仲間を救えコレクト実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。ということで、前回はなんかメガネやら資料やら手袋やらを手に入れたので、とりあえず救助できるロボットたちを救助したいと思います。確かこの中央エリアにメガネじゃなくて目、すごい目の目玉大きい形のねロボットがいたと思うので、その子を先に救助したいと思います。ここですね。はい、この部屋ね、新パチがいっぱいいる銀玉好きな人ならわかる。はい、じゃあ救助しましょう。赤縁メガネは持っています。おめめを救助した。かわいい名前だね、おめめっておめめってかわいいね。はい、じゃああとは資料 AB を持ってたので、それは確か北エリアだったかな。このコレクトを収録するのも結構久しぶりなんで、ってか他の動画でも毎回言ってるんですけどね、まあそういう感じになっちゃってるのでちょっと記憶は曖昧なんですが、いると思う。はい、いたいたいた。サラリーマン型のロボットを救助する。資料 A と資料 B を要求された仕事で使うらしい。はい、どうぞ。ででででででで、仕事が終わったようだ。お疲れリーマンっていう名前なんだね。じゃあセーブしよう、セーブ。で、手袋を手に入れたから、今度はさ、なんか手突っ込めないみたいなとこあったじゃん。これね、探ってみたいと思います。溶接された部品がいっぱい入ってる。厚手の手袋をはめて中を漁った。ジャッキを手に入れた。ジャッキってなんだ、アイテム。あ、なんか車持ち上げたりするやつじゃないかな、下に挟んで。多分そうだったと思うんだけど。はい、たくさんの工具が入っていた。工具が追加され、工具セットスタンダードになった。はい、まあちゅうことで、ここね、修理してってなんか大きいロボットに頼まれてたと思うんで修理したいと思います。多分この工具でできるんじゃないかな。このエリアの電源装置が故障していて、うんともすんとも言わない。コレクトは持っていた工具で修理をした。電源装置が直った。よかったね。これでまた一人ロボット助けられるんじゃないかな。ないかな。これも調べよう。機械に部品のようなものが取り付けられている。持っていた工具で部品を取り出した。時計の部品を手に入れた。はい、ということで、まあいろいろ部品を手に入れたりしているわけですが、この人ですね、作業着を着たロボットがいる。腕をブラ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 、何々を救助する。電源装置の修理配置できました。作業してるね。はい、終わったかな。仕事が終わったようだ。エンジニアを救助した。そのまんまですねはい、じゃあまたここでセーブします。もうね、いつ破壊ロボットが来るか分かんないんで、もうセーブ大事。もういろんなね、ゲームでセーブは大事だと思い知った。本当に。それで、今度はどこ行くんだったかな。まあいろんなエリアになんか確か工具が使えそうだみたいな場所があったと思うんで、とりあえず東からチェックしていこう。ここ確か開けられなかったよね。引き出しが引き出せない。工具を使わないと開けられそうにない。はい、開けられる。東エリア収容器、収容所キーか。はい、じゃあ東エリアは確かここなんで、そのままつけていこうと思います。はい、じゃあ東エリアにはどんな人がいるのか。うん、ここ収容所っぽいね。本当になんか何て言うんだ、犯罪を犯しちゃった人たちがいる感じですね。独房っていうんだっけ。はい、また新たなロボットがいるけど、檻に閉じ込められた鍵の形をしたロボットが見える。ガドゥネドトゥデネネネ、檻の扉は独房キーがないと開けられない。独房
けられないっていうことですね。はい、じゃあこっち進んでいこう。まだいけるみたいなんで。よし、で、こっち。いるよね、びっくりした。びっくりしたー。ちょ、怖い怖い。マジ怖い。ってか、また鍵の人いないじゃん。なんか、前回だか、前々回だか忘れちゃったけど。あ、独房入ってる。そのまま鍵閉めようぜ。怖いからさ。はい、まあなんか、もうね、救助されていないにも関わらず、お、巻いたみたい。ロボットたちはどこに逃げているのかよくわかりませんが。まあとりあえず探索を続けていこう。ほら、またいるもん。隠れんぼしてるよね。あれだ？あれか？透明になれる力みたいな？あの、インビジブルみたいな。嫌いの僕を覚えてますか？ルンパッパ。みたいな？はい。もう、ちょっとね、テンパってる。今ので。若干今のでテンパってます。破壊ロボットで。まあ、この辺も調べていくわけですが。ん？なんかいる。何これ？監視カメラ型ロボットが浮いているしきりにこっちを見ている。救助しよう。小型おめめ。あ、おめめのちっちゃい版ね。南エリア特別機。お、南エリアもまた開けて、うん。なんかヤクザみたいな方がいるよ。檻に閉じ込められた怖い顔をしたロボットが見える。やっぱ独房機がないとダメなんだね。すごいなんか頭爆発してるけど大丈夫かなこのロボット。セーブしよう。セーブ。ここはなんだこれ。特に意味はない。ちょっと不吉じゃねこの。うわ、これ処刑部屋じゃないか。これ東エリア最新武器。え、めっちゃ怖い。なんか逆にこのシンプルな絵が怖い。わかる？なんかこれだって絶対これ銃で撃たれてるやつでしょ。ちょっと背筋がやばい寒い。ちょっと油断してたかなこのゲーム。でもそんなびっくり脅かし要素はあの破壊ロボットの登場だけなんですが、今んとこね、まあ若干シビアな感じがプンプンするぞ雰囲気としてね。じゃあ南エリアの特別キーだったかな、手に入れたんで、まあ、とりあえず南に行きたいと思います。西とかにもなんか工具で止められた人がいたかどうかわかんないんだけど、どうしよっかな。それは裏で見ていこうかな。あ、とりあえず南に打開策があるかもしれないということで行きたいと思います。南。意外と時間がかかりますね、移動にね。これ、あ、この子確か工具で取り外せるんじゃないかな。はい、足が固定されてる。まだこの工具をレベルアップさせる必要があるのか。なかなかきついですね。ここには何もない。まあとりあえず探索ゲーなんで。あ、そうだ、お酒もねバーテンダーさんに要求されていたのを忘れていました。ここにはいない。ここいない。ここ、そうそう、この子も固定されてたんだよね。はい、よかったね。芸術的なロボットがいる。先生いいね。救助する。ピクト。なるほどね、ピクチャーみたいなね、芸術っぽい名前か。なんかいるぞ。あ、逃げちゃった。どこ行ったんだろう。こっち。かわいい部屋だな、これ。調べる。女の子っぽい部屋。ハートがかわいいです。ん？ん？
鼻血の奥に何かいる。あ、出てきた。頭にアンテナをつけたロボットがいる。何を受信しているのかな。救助しよう。アンテナ、かわいいかわいい。ちょっと出よう。だ、ちょ、もうダメだ、やりにくいぞ。いないと。こっちもいない。じゃあこっち、なんか部屋数が半端なくたくさんありますね。よいしょ。あ、なんか同じ部屋がいっぱいある。でもピンクを基調としてて、なんかラブリーな部屋ですけど。うん、チェックチェック。西エリアマスターキー。さすがにこの狭いとこではロボットは出てこないか。破壊のやつ破壊のやつ。うん、なんかいる。縦に長いロボットが邪魔してる。それにしても邪魔だね。コレクトは邪魔しか言えないのかな。はい、工具を外した。工具を外してない。足の固定を外した。はい、キープしよう。縦棒、セーブセーブセーブ、大事。西だね。西に向かいたいと思うんだけど、まずこの辺を探索します。ネオンピカピカのロボットがいる。見ていると気持ち悪いひどい、本当に。ネオンコレクトが若干一番ひどいんじゃないかっていうね。素直すぎる、素直すぎるのはちょっと怖いかな。なんかなんだろうな、その気がなくても若干。お、ここから先は声がないと入れない。なんか知らずに人を傷つけてしまってるっていう。え、なんかボム兵ちゃんのめっちゃ足長い版みたいのがいる。右に BGM ないし。何、うん、どっか行っちゃった。中入ってったけど、これ入っていいのかな。入ろう。お、あ、え、なんか挟まれちゃったけど。あ、目の前にアルコール入りオイルがあるロボットの間ではお酒とも言う。そうだね、飲む。あ、これ飲まなきゃダメなタイプか。ごくごくごく、なんだかちょっとだけいい感じ。もっとは飲まなくていいっしょ。ダメか、やばい、これなんか死亡フラグが来たんじゃないかな飲みます。なんだか楽しくなってきた。これ飲まなきゃいけないんでしょう、どうせ。もう何でも面白い。やっほやっほやばい、だんだん壊れ始めた。視界がぼやけてきた。でも飲み足りない。もっと飲みますか。体の動きが鈍くなってきた。でも飲みたい。あ、もう絶対出してくれないじゃんこれ。うわー、思考回路が鈍くなってきた。でももっと、あれじゃんこれ、アルチュー。アルチューだよ、ロボットが。何、誰これ。うわ、金、お金をいっぱい要求された。でも持っていない。んー、なんだここ。うわうわ、閉じ込められた。チェック。ここの床だけネジが取り付けられている。はい、持っていた工具でネジを取り外した。これは俗に言う脱獄か。一応3にセーブしとこう。床に穴が開いてる。一度落ちたら戻ってこれない。降りよう。びっくりした。しゃー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 。めっちゃびっくりした。バカ野郎、バキ野郎かお前は。はぁ、なんか伸び肌みたいな展開になってきたって言おうとしたら、
あー疲れた今の一瞬で疲れた、マジで。ここどこだろう。ん、なんか破壊ロボットの別版がいる。破壊ロボットに似たロボットがいる。びっくりした。救助しよう。初号機、あれは何号機なんだ。あー工具では開けられそうにない。独房機で、あれらを助けてあげられると。ん、手に何かを握ってる。ワイヤー。まあこれでどっかに行くんだろうな。まず上に行けそうなことは分かったと。お、こっちも行ける。チェック。水路の中に何か見える。ワイヤー使ったりできないのかな。ダメっぽいな。こっち、ボートだ。どう見てもボートだ。2階建てのボートだ。これだけ大きければ救助したロボットを。あ、そういうことか。ここは脱出口ってことだね。じゃあ上こかな。うーん、多分もうこっちは迷路しかないと思うんだ。だから上に行ってみよう。んー、 BGM がないのが怖い。あ、ここから来たのか。なるほどね。じゃあ今回はここまでにして、置こうかなと思います。ちょっとね、最後の破壊ロボットにめっちゃくちゃビビった。あー本当にびっくりした。若干青鬼みたいになってきたね。はい、ということで今回も見てくださってありがとうございました。最近ちょっと助けたロボットたちの記録を見てなかったので、次回は最初にチェックしてから探索しようかなと思っています。それではご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それでは失礼します。